というわけで、今回、ブラックパイナー SS の YouTube 始めました。今回は、西織さんにキムチを食べてもらうっていう企画なんですけど、これで一日行こうと思うんですけど、どうですか？なんだ、キムチって。キムチを気持ちって言っただけじゃん。あの、多分、やりたいスピードと、体が追いついてない。もう、いつもその、なんかその、プロ YouTuber みたいな感じ出すんですよ。はい、どうも、よろしくお願いします。合ってないんじゃないですか？待ってよ。あわ、テンション上げんなって、その、メディアが来たからって。はい。とりあえず、今僕らの。山野さんちの母ちゃんか。まあいいのよ、はい。とりあえず、このキムチね、はい、これ昨日買ったんだけど、なんか賞味期限間近なため、セールスみたいな、セールみたいなやつって、これが、香りすごいですね。70円だと。この量で。ただ、賞味期限がほんと、あと2日ぐらいしかないから、まあ、しょうがないかなと思って、ただ俺昨日一口食って、マジーと思って、もちろんメーカーとか、ちょっと隠しますけど、隠すとか出てないけど。でも、匂いがなんかすごいですね。うん、ちょっと食べてみて。もし気に入ったら持って帰って。俺もうマジで食えないと思って。そんなもん。俺が普段食べてるキムチと違いすぎてもう食えない。どう？腐ってんじゃない？腐ってる？多分。あ、そんなレベル？いや、それか発酵しすぎて、てかなんか本場すぎてこんな感じなのかもなとも思ったけど、なんか玉ねぎの腐った匂いしますね。うん、だからもう食えなくて、うーん、西織がなんか、うん、腹減ってそうだからあげようかなと思って、かわいそうだから。チャーハンとかいいんじゃないですか、得意の。いやマジで火通すとかね。いやこの量よ、しかも賞味期限多分明日までとかなの。鍋も食えなくて、ちょなかなか、でも発酵しすぎなんじゃないですか、マジで。違うんですかね。うん、どうだ。いや、まあ無理して食わなくていいよ。もう俺もう諦めようと思ってた。うん。うん。ありがとうございます。で、はい、とりあえずちょっと本当は、まあ西よりウォーカーチャンネルやってらっしゃるじゃないですか。はい。で、ちょっと、裏側というか、まあ今、僕撮ってる段階では、和賀さん、増崎さん、石澤さんを撮ってて、なんかどういう感じでキャスティングして、どういうつもりで人の生活を暴いて、なんかジャーナリストぶってるか知らないですけど、なんか正義を振りかざしてるかじゃありますけど、はい、なんでそういう、どういうつもりなのかなと思って。まあただ普通にもう、なんか再生回数もあるじゃないですか。だから、まあ、見てる人のニーズには応えてんのかなと思うんですけど、いやもう発端はあれですよね、うん、やっぱあの我がが1日に土木作業でもらった日記を全部使っちゃうから始まってるわけです、うん、でそれを俺それすごい面白いなと思ってて、うん、なんかね僕が行けない日も我が働いたりするんですけど、うん、その時にね一緒に働いてるおじさんがね、うん、西織君聞いてくれ、この間我ががすごい、我が君がすごいんだよと、うん、あの道路工事して穴を掘ってたんですって、うん、で昼飯になったらそこの道のすぐ向かいにあるローストビーフ屋に飛び込んでローストビーフを食べると、うん、で食べ終わった後にそこで座って休憩すると、でまた時間だと穴を掘るっていう、そんなことしないじゃないですか、うんうん、 そうね、それがすごい面白いなと思ってて、うん、でそれをいろんなところで話したら有吉とかも面白い面白いって言ってくれて、うんうん、でそれをじゃあ動画にしようかなと思ったんですよ、うんうん、で再生回数が伸びてるって言うんであればやっぱりサンドリですよね、うんあるさのサンドリの聞いてる人が、うん、耳で聞いてたのが本当にあるんだってことから始まって始まったじゃないですか、うんうん、でそっからの人選ってことですよね、うん、だから そこはさ、まあ、面白いしさ、うん、めっちゃ分かるけど、なんかさどういうのを撮っていこうっていう、なんか俺勝手な俺の自分が思ってる自分と人から見てる自分が違うのかもしれないけど、その3人って本当怪物じゃん、だから俺は思ってたので、別に、その、トランスフェアっていうのは全然嬉しいし、別にいいんだけど、なんか俺と、その3人の間には、もっと太田プロだけでも、はい、俺が数えてる限り15人ぐらい間がいると思ってたの。なのに、次俺って、あ、そういう風に見られてたんだって、なんか、悲しい思い。ああ、我が松崎石川山野っていうことがびっくりしたわけです。そう。例えばこれが、間に何人か入ってればまだ。そうそう。いや、そんな理由は別に普通に友人というか友人じゃねえや、その親しいはありますよ、もちろん。じゃあまあ言うけど、あのね。いや、何？いいの言ってみていいですよね。はい。
わがはああいう人だから面白いなと思ったんですよ、うん、お金とお金にあんまり頓着がないというかね、うん、で松崎はやっぱり好きなことがあるのに借金をすると、うん、で石澤っていうのはやっぱりいろんなことをしてるんですけど、うん、やっぱりベースに無気力だとかそういうことが面白いなと思った、ね、堅実そうなのに無気力だよね、うん、で、うん、山野さんって、うん、こうまあイメージですよ、うん、ハリボテというかなんかね、うん、大きく見せるんだけどなんていうかな実がないというかそれがすごい前から面白いなって思ってたんですよ。なんかねそのままでもいいのに、うん、なんかこう俺は例えばね俺は売れてないわ売れてないは売れてないんだけどそういう売れてないんじゃないんだとかね、うん、金はないけどもそういうふうにまあ選んでるとこもあるしなみたいなことをすごく感じたの、ね、ですごく俺は山野さんのこと昔から面白い面白いって言ってるし、うん、面白いから、うん、それでちょっとお願いしたんですよね。なるほど。まあだから多分俺なんとなくわかるけど多分だから俺も自分のそのギャップでもがいてるってことでしょ、うん、その世間も受け入れればいいのにその、うん、自分が思ってる山野拓也とみんなが思ってる山野拓也の間に乖離がある、すごい離れてるから俺がそこをもがいてるっていうかもうみんなは普通の山野拓也をこの山野拓也で見てるくせに俺はもっと上に見せようとしてるところ。いや違うんかい。もっと簡潔に言うと、うん、誰も山野拓也を見てないっていうことじゃないですか。そもそもいやなんかその前にあの落ちるとこまで落ちないから例えば全部を放棄してもういいやっていうふうにはならないでしょ、うん、ちゃんとある程度の生活水準を守りたいしちゃんとした身なりのものもしたいちゃんとしたものも普通食べたいってなるとそれをみんな満たすためにこう例えば松崎とかだったら借金したりしちゃうわけですよ、うんうんね、例えば石田みたいに我慢したりね、うん、我がみたいにじゃあ酒以外でいいやとかなる、うん、でも山野さんは全部割とちゃんとしたいから、うん、だったら1日バイト増やそうかなっていう人は、うん、それはそれで興味深いなと思ったんですよ、うん、まあでも俺が一番普通だよね。今日これ来てさちゃんとしてるじゃんって思わなかった？あの3人見た後見たら俺のことさすごい常識人って思わない？思う。うん。だからでも逆に怖くない？一番の常識人が一番長くお笑い芸人そう考えたら逆になんかねみんな怖さがあるんですよね。なるほどね。うん。まあわかる。俺なんかやっぱ変人に憧れてるところあるの。うん。でも何だかんだって自分って結局のところ普通なんだなって思うけどこんな人ってあんまいないじゃん。あのこんな売れてないでさこのさなんか平然とというか変人になりたい変人になりたいって言ってる、うん、思ってる人なんて、うんうん、その時点で変人なんじゃないかなって思う。変人だと思いますよやっぱり。うん、いや山野さんはやっぱりちょっと変わってる。変わってるっていうかなんかもうなんか あれはいつも思うな。その周りの目がその何よりも気になるんじゃないかなと思う、うん、どう見えてたり、うん、でもそれお笑いももちろんそうでしょ。なんか面白い面白くないもそうだし、うん、なんかあんのかなってぐらい。でもそこが始まりでしょ。だってそれこそお笑いにしようしろ何にせよさ男なんてさどう周りにどう見られてるかなとかさこの別にかっこよさだけじゃないけどさこれ言ったら前がどう思うかなで動いてるでしょ。一人になったらこんな生き方しないでしょ。それが異常？いや異常じゃないけどその熱量が異常なんじゃないですか。やっぱり変だと思う。なんかさ俺が今カメラ回してるはずなのにさなんか今俺カメラ向けられて俺が追い詰められてる感じする。普通カメラ持ってる方が強いのになんか今もう俺今カメラ向けられてる感じするわ。聞いてくるから。あ、そっかそっか。質問するからさ。いやでもこのやっぱ YouTube は面白いんで、はい、なんかこれだけこだわってるみたいなのがあったら教えてほしいなって。ただまあそれだけです。それだけ教えてください。まあ僕のことより、はい、その西洋
ホーリーウォーカーチャンネル。今後こうしていきたいみたいなのは別に特にない。もうなるように一本一本撮ってってなるようになるぐらいですか。理想は定点カメラみたいなのがいいんですよ。ああもう別になんかその、うん、俺がいろんなこと言うんじゃなくて、うん、ただ喋ってる時の俺の目線をカメラにしたいんですよね。友達となるほどね、うん、あ山田さん家に遊びに来てどうだったどうだったって話を単純にやりたいだけなんですよね。すいません、なんか僕撮ってもらってる最中に僕も撮らせてくれっつってなんか結構撮るよね。一丁噛もうとしてすいませんすいません、僕はまだ登録者1000人いってないんでなんとかちょっとすいません。いや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 、はい、ありがとうございます。ちょっとお力になれれば、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。あ、すごいきめ細かい。きめ細かいですよ。ヒゲ剃りのシェービングクリームなめてる。全部塗ってる。全部。それでもね、顔につけない。あ、すいません。顔に。これで、あの、ちょっとくる、こうやってこう、くるくる、あんまりお肌に触らない、くるくるくる。はい、これ、あの、洗顔と、今、はい、マッサージと、はい、こう炭酸などで、はい、そのメラニンをオフするとか。美白効果もあるし、マッサージ効果です。ちょっと熱くなってない？なんか熱く感じない？鈍感？はい、肌いや、暖かく感じない？こっちでも暖かく感じますよね。感じるでしょ？はい、うん、それ炭酸が弾けてマッサージ効果があるので血行促進して、そして顔洗った後その角質ケア、はい、これ何洗顔になるんですか？洗顔にもなるし、マッサージにもなるし、あの角質ケア、あと洗った後も保湿効果高い。そうそう、明るくあれしていただいて、はい、で、残ったのは手もったいれば手に、そうそうそう。で、これ流すんですか？うん、で、洗い流したら、はい、そうです。はい、ちょっと洗い流して、その、そのままその顔を撮ってあげたら、撮ってあげたらどういう気持ちで言ってるの？これ何用なの？はい、ブラックとあのとは全然違うので。違う、うん、これ白くなってる。これすごい、はい、はい、これ白くなってる。なりましたね。ん、白くなったでしょ。はい、綺麗になりました。やっぱ画面でも伝わってます。うん、伝わってる。本当ですか。はい、これいくらだっけ。これ8000円。はい、うわお。はい、安い。いや、でも白くなってる。これすごいですね。うん、なんかすごい効果があるし、でも、ね、これ半年くらい持つので。あ、本当ですか。じゃあ、持ってくる。うん、え、商品ど、ああ、いや、ちょっと一旦持ち帰らせてください。奥様と一緒に使えるので。いや、そうですね。うん、いや、これはでもすごいわ。